おいっす、ケロヘンです。黒い砂漠モバイル2日目ということで、現在は、初期クラスの5種類か6種類、まあ、ソーサレスっていうキャラクターを含めた6種類あるってことなんで、今はその6クラスを平均的にレベルを上げています。で、まあ、1on1の対人戦の動画を毎日出していきたいと思ってるので、そのレベル差が出ないように均等に上げているっていう状況です。で、今いるこのマップなんですけども、が生産農場系のコンテンツができるマップってことなんで、まあ、まだちょっと、詳しく触れてないんで、おいおい、これに関してはちょっと触れていきたいと思います。で、じゃあ通常のマップに戻ります。で、まあ、ここが通常のマップで、とりあえず、今レベルが14レベルなんですけども、レベルを上げて、15レベルにしたいので、ちょっとやっていきます。で、どうしようかな。したら、じゃあこのクエスト、繰り返す系のクエストみたいなのがあるんですけど、ちょっとそれやっていきます。馬から降ります。来 ました。で、まあ、この普通に戦闘なんですけど、ちょっとモンスターを買って、もうあとちょっとだけなんで、モンスター買ってレベル上げちゃいます。で、本当に今使ってるキャラクターが、ジャイアントっていうキャラクターなんですけども、まあ面白いっすよね。どんなキャラやっても面白いっていうのが、まあ今なんですけど。で、今15レベルになったんで、これで OK ということで。あ、で、時々そのモンスターを飼ってると、宝箱を落とすんですよ。で、今拾ったこのアイテム、宝石みたいなのが装備強化に使うアイテムで、装備強化っていうのがここからやるんですけども、黒い精霊の、剣のマークみたいなやつを押すと、こっから装備が強化できるんですけど、今拾ったのがこの左上の、これですね。これが装備強化アイテム。で、こういう感じで、例えばなんですけど、この石を使うと50%成功率上がりますよって、この石を使うと100%成功率上がりますよ、これ、まあ、みたいな感じなんですよ。で、強化してって、で、強化成功と。まあ、強化システムはこういう、まあ、ざっとですけど、まあ、こういう感じで。で、強化なんですけど、例えば、なんかその強化値を引き継ぎみたいなシステムもあるみたいなんで、まあ、結構強化システム優しいらしいですね。話によるとなんですけど、まあ、やっていけばわかるんで、それもおいおいちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、一応15レベルになったんで、今日の目的であった、対人戦、1on1 をちょっとやりたいなって思うので、ちょっと準備していきます。はい、そうしましたら、フレンド対戦の準備できたのでやってきます。で、もうフレンド対戦部屋入ってるんですけど、2030にスタートっていう風に言っていて、で、それでまあ30に始まります。で、構図的に言うと、僕が使ってるキャラクターがジャイアントで、敵が使ってるキャラクターがアーチャーで、近づくジャイアント VS、引き打ちしながら叩くアーチャーって形なんですよね。で、僕はこのキャラなんか近づく手段結構少なかったんで、通常攻撃が最適だという判断に達したんで、敵のノックバックスキルを回避で避けつつ、通常攻撃当て続けるっていうスタンスでいきます、今回は。あ、くそ、当たった。痛い。蹴り強いっすね、めっちゃ強い。これいけんじゃないか。あー、避けれない、くそ。マジ強い。
これいける、いけるっすね。いける、いける、やったこのジャイアント最強の転倒技、転倒技立て続けに当たったんで、これで勝ちましたね。今ギリギリでしたね、本当に。いやー、ちょっと待って、黒いサップ面白すぎる、やばすぎる。このこれスマホゲーなのかマジで。いやー、まあ本日はまあこういう感じでまあ終わります。でこの動画がいいなと思ったことは、もうそれはもちろんグッドボタンで、チャンネル登録もちろん忘れずにお願いします。それではまた、お疲れ様でした。